ルースターのツイキャスプレミア配信ライブの購入方法を解説します。配信を視聴するには Twitter か Facebook またはツイキャスのアカウントのいずれかが必要です。アカウントをお持ちでない方はツイキャスのアカウント、キャスアカウントを作成してください。それでは解説していきます。まずインターネットでルースターと検索してホームページに入ってください。そしてホームページのスケジュールから購入したいライブを選んでください。今回はこちらのライブを購入してみようと思います。下段のツイキャスプレミア配信ライブのリンクをクリックしてください。クリックするとツイキャスの商品購入ページが表示されます。下にスクロールしてログインして購入ボタンをクリックしてください。するとツイキャスにログインと表示されます。各種 SNS が表示されますが、Instagram と Mixi のアカウントでは配信を視聴することができないので気をつけてください。なので Twitter か Facebook または CAS アカウントでログインを選択してください。アカウントがない方は CAS アカウントを作成を選択して作成していただければと思います。今回は Twitter でログインしてみます。ユーザー名か登録時のメールアドレスとパスワードを入力してログインします。ログインができたら、また下にスクロールしていただいて、こちらの購入するボタンをクリックしてください。購入手続き画面です。購入確認メールやお支払い案内メールを受け取るためのメールアドレスを確認して、変更が必要な方は書き換えてください。その他の確認もできたら、プライバシーポリシーに同意するにチェックを入れ、購入してお支払いへボタンをクリックしてください。お支払い方法の選択です。クレジットカード、銀行振込、コンビニ支払いからお好きな支払い方法を選んでいただきますが、ライブ当日に書き込みで銀行振込やコンビニ支払いをした場合、処理が間に合わず視聴できない可能性があるので、当日に購入する場合はクレジットカード払いをお勧めしています。今回はコンビニ払いを選択してみます。お好きなコンビニを選択して購入を確定するボタンをクリックします。これで注文が確定しました。お支払い案内メールが届きますので、案内に沿ってコンビニで支払いをしていただければ購入完了です。続いて当日の視聴方法とアーカイブの視聴方法を解説します。ツイキャスと検索してこちらのホームページに入ります。ログイン状態になっていない方は右上のログインボタンから購入時に使用したアカウントでログインしてください。そうしましたら視聴ページに移動していきます。ルースターのライブは店主の佐藤博夫のアカウントで配信をしています。なのでこちらで佐藤博夫と検索します。このアカウントをクリックするとこのような画面になります。現在はオフラインと表示されていますが、ライブ開始予定時刻の15分くらい前になるとこのような画面になりますので、ライブ開始までお待ちください。最後にアーカイブの視聴方法です。このページからライブ履歴ページに移ります。購入したライブを探して選択してください。購入済みと書かれているライブをクリックします。再生ボタンを押しても15分ほど静止画が続きますので、ライブが始まるところまで飛ばしてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。